カーペットや絨毯、ソファーに絡まりついた髪の毛、糸くず、綿ぼこり、ワンちゃん、猫ちゃん、ペットの毛って取りづらいからお掃除するのが大変。掃除機をわざわざ出すのは重くてめんどくさいし、粘着ローラーは剥がして捨てて剥がして捨てての繰り返し、手間もお金もかかっちゃう。はあ、もっと楽にお掃除したい。そこで信じられないくらい楽にお掃除できちゃうのがこちら。その名もサクサク。電気や電池は一切不要。繰り返し使えて手間もお金もかからないハンディタイプのカーペットクリーナーなんです。実は以前のモデルと比べて一回りも大きくなったんです。だからブラシの長さもゴミがたまる量もアップ。つまり一度にお掃除できる範囲がこんなに広くなったんです。このように前後に動かすだけで髪の毛、糸くず、綿ぼこり、ワンちゃん、猫ちゃん、ペットの毛までパク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 、こんなに綺麗に取れるんです。それだけじゃないんです。こういったお菓子の食べこぼしや猫砂などの大粒のゴミだってお任せください。パクパクがあればパク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 、どん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 、ほら気持ちいいですよね。ゴミを捨てるときはカバーをパカッと開けて、あとはポイッと捨てるだけ。ゴミ捨てだってラックラック。なぜこんなによくゴミが取れるのか、その秘密はこちら。大きいゴミはこのロールブラシがほら大粒のゴミをかき込んで、そして取りづらい綿ぼこりなどは衣類用の強力なエチケットブラシが綿ぼこりを絡め取って、どん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 、ほらこんなにダストボックスに溜まっていきます。だからこんな方に超おすすめ。大きな音が出ないから赤ちゃんが寝ている時に、簡単だからお子様にお手伝いしてもらうことも。電気や電池を使う電動式じゃないからどなたにでも気軽にお使いいただけます。使いたい時にさっと使えて手間もお金もかからない夢のようなハンディタイプのカーペットクリーナー、パクパク、ぜひお使いください。一度使うと手放せませんよ。